さんこんにちは、弟子と申します。今日はですね、日本の無人駅のことを発見したくて、東京都内だと思えないぐらい静かなところなんですけれども、白丸という駅に来ております。まあ、この駅の白丸駅まではどうやって来たかと申し上げますと、東京駅から電車に乗って中央線とかいろいろ乗り換えで、2時間ほど時間がかかったんですけれども、乗客がだんだん減ってきて、まあ、ここの駅自体で降りた人は一人もいなかったですね。まあ、まずは番線にどのようなものがあるのかちょっと発見してみたい、見てみたいなと思います。これはまあパッと外から見ても、休憩所ですかね。 1,2,3,4,5 5人ほど座れる場所となってます。日本の無人駅についていろいろ読んできたんですけど、無人駅によってはちょっと問題になってるところは、ウィルチェアとかそういうのを使わないといけない方々へのサポートは足りないのではないかっていう、問題が出てきてたんですけど、でもここの駅に何かしらのサポートっていうかスペースがあります。そしたらちょっとトイレに行ってみます。しかも誰もいない駅だからこそ、まあ荷物をねベンチとかに置いて、携帯と財布を含めて、まあ、それは多分日本だから安全なんですけど、こういうところだからこそできることですね。そのうちはすごくない？素敵なお家。ここにね、まあ、電車が通るタンネルがあって、お手洗い、公衆トイレですね。しかもフリー Wi-Fi ということでございます。でここね、もうすごい綺麗。しかもなんかもう田舎っぽくて、なんかこうね素敵な木材でできているトイレ、ウォシュレットとかもこういうところにでもちゃんとあります。これからはですね、ちょっと駅を出ないといけないんですけど、普通の駅みたいに改札口はなくて、それでまあ IC カードをお持ちの方はこちらにタッチして、まあ、しっかりタッチとも書かれてるんですけど、もし IC カードがない場合はこちらに切符回収箱というのがありますね。大丈夫かな、行きます。あ、本当だ。これはですね、IC カードを持ってない場合はこちらの乗車駅証明書発行機っていうのを使って、多分切符を取得できるのではないかと思います。こちらにはですね、素敵な地図があるんですけど、これ見たら手作り味噌四季の家うちっていうのがあったんですけど、ぜひ私は発酵食品とか味噌も大好きなので、それを発見しに行きたいなと思います。今はですね、現在地はここなので、すぐ近くにあるはずですね。見たことないピクルスがたくさん、美味しそう。ここのお店の特徴はね、お味噌だと思うんですけど、ここは生姜味噌とか、なんか面白いのがたくさん。柚子バター、すごい。1年間ゆっくりと時間をかけて自然熟成をさせたお味噌だそうですね。わさびジェラート、すごいね。これはちょっと怖いかも。2種類味噌がありまして、はいはい、米麹、はい、米の麹のやつと、はい、麦の麹がございます。はい、まず米麹の方ですね。ありがとうございます。米と麦、これが米の方ですね。米麹ですね。あ、お味噌をそのまま召し上がるってことはあまりないんですけど、うん、そうですね、お味噌汁なんで、はい、ちょっと塩分が感じると思いますけれども、うん、美味しいですね。はい、国産のお米と大豆、はい、麹を使ってるんで、うん、他の添加物一切ございません。はい、自然熟成で作ってます。自然熟成で、はい、ここを読みましたね。はい、はい、うん、美味しいですね。これが米麹ですね。はい、こちらの方が麦の麹です。麦のですね、微妙にちょっとねお味が違うんで、はい、はい、ありがとうございます。これが麦の方の味噌ですね。うん、
美味しいですね。ありがとうございます。両方ともすごく美味しいですね。ありがとうございます。普段はどちらがもっと一般的というか、あの、はい、米の方が一応皆さんが、ね、使っていただいてますね、はい、ちょっと地方によって、あの九州地方ですとか、はい、四国地方では麦麹がよく使われているんですよ、ね、こちらの方の関東地方ではやっぱり米麹がメインに、はい、使われています。なるほどね、はい、ありがとうございます、はい、ね、やっぱりお味噌はお味噌汁だと思うに使うんですが、私はもうこのまま食べても全然おいしいですね。これ面白いね。ちょっと聞いてみる。こちらの柚子味噌とか、はい、そういうのはやっぱりどういう使い方されますか。あの、あ、こちらの方に、はい、味噌汁はそっちの方ですね、なるほどね。これは味付けなので、はい、あの唐辛子味噌だとラーメンの上にちょっと入れたりとか、はいはい、ありがとうございます。いえいえ。じゃあちょっとあのそちらの麦の方のお味噌を少し買いたいんですけど、はいはい、私も麦味噌の方を使って。あ、そうですか。麦味噌、はい、あと豚汁とかちょっとコクのあるものを召し上がりたい時には米のお味噌の方が、はい、あ、そうですか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。から15分ぐらい歩いて、やっぱりすごく非常にお腹が空いてきたので調べたら、釜飯というのを、私釜飯っていうのは初めて聞いたし食べたこともないと思いますね。私は野菜が大好きで、野菜ので釜飯にしようかなと思ってるんですが、少しこの釜飯についての歴史を少し調べたんですが、釜飯ってあの関東大震災の時にみんなが釜でできたご飯を食べていて、それが多分別の釜に移されたかなというところから来ているそうですが、まあ、その後に、まあ、そういう歴史からあの、まあ、一人前にできる釜飯ができたのだと思います。で、すごい熱々ですね。私は山菜のを頼んだんですけど、わー、これが重たいですね。うわ、すごい綺麗、これは本当に初めて。全部形も素敵で、なんか花の形だったりとかで、なんかこの卵が絶対美味しい。あとはすごい野菜たっぷりですね。で、天ぷらだって、こちら真ん中はデザートだそうですね。で、ここはスープ、熱々。じゃあ早速ね、天ぷら。うん、美味しい。ちょっと釜飯だから、釜飯を少しいただきます。うん、熱い。うん、美味しい。熱々。でもなんかすごい面白い野菜がいっぱい入ってる。めちゃくちゃ熱い。でもやっぱり釜飯だからね、あの火がついてなくてもずっと熱々。うん、すごいバラエティが。あとごぼう、ごぼうですかね。うん、すごいね。もう量がすごいね。うん、美味しい。わあ、すごいボリュームがあったんですけど、完食いたしました。ちょっと最後にこちらの自家製のデザートがありますが、あ、なんかプリンの匂いがする。うわ、すごい。抹茶、美味しい。抹茶のプリンみたいな。うん、すごいね。これ東京ですね。一応思えないですね。わあ、すごい。あそこ、そっか、ここから奥多摩駅まで歩ける 4.4 キロで、堀駅 3.7 キロですね。面白いね。東京都内でこんなところ、こんな自然に恵まれている、もう本当に東京都内だと思えないようなところがあって、あの大きな発見だったんですけど、無人駅ってあのここだけではなくて、もちろんこのところ以外にもたくさんあって、あの全国でだんだん増えてきていると言われています。今日の無人駅で
発見できたのは、まあ、設置してあるものがいろいろあって、あのそしてねフリー Wi-Fi と木材でできているなんと素敵なトイレ、東京都内なんですけどすごく非常に田舎という感じはするし、まあ、すぐに登山できるあの様々な山とかもあるんですけど、やっぱり今電車もそんなに通らないし休業しているのもたくさんあったので、まあ、先ほどあとなんか釜飯とかも初めて食べてきて、自家製 の、まあ、その天然の熟成を使ったお店を作っているお店を発見したりとかして、本当にこの自然 に合ったものとか材料とかであの美味しいお料理とかもたくさん作っているのではないかと思ったんですね。今日は東京駅から来たんですけれども、まあ、東京駅とかあとはあの世界中で一番あの人のある、まあ、人が通る新宿駅とかそういうところからなんか少し離れたいなって思った時に、少し自然に囲まれているところにいたいなと思った時に、本当になんかそんなになんか違う県とかにかなくてもあの東京都内でこういうところまで来れると思えば、もう本当になんか週末の日帰り の旅にもすごくおすすめしたいなと思ったところですかね。でこういう、まあ、無人駅のこともぜひ体験していただけたらと思います。